五稜郭。五稜郭は、江戸時代末期に、江戸幕府により、江戸地の函館、現在の北海道函館市郊外に建造された、両方式の城郭である。同時期に築城された長野県佐久市の達岡城も、両方式城郭であり、五稜郭と呼ばれるが、単に、五稜郭といえば、函館の城郭とする場合も多い。予算書辞典から、五稜郭の名称は用いられていた。 ただし、築造中は、亀田役所土イ、または亀田音役所土イとも呼ばれた。元は、湿地で、猫柳が多く生えていた土地であることから、柳の城の別名を持つ。五稜閣は、函館開港時に、函館山の麓に置かれた函館奉行所の移転先として築造された。しかし、1866年、慶応2年の完成からわずか2年後に幕府が崩壊。 短期間函館府が使用した後、函館戦争で旧幕府軍に占領され、その本拠となった。明治に入ると、閣内の建物は一棟を除いて解体され、陸軍の連兵場として使用された。その後、1914年、大正3年から五稜郭公園として一般開放され、以来、函館市民の憩いの場と共に、函館を代表する観光地となっている。 国の特別史跡に指定され、五稜郭と函館戦争の意向として、北海道遺産に選定されている。なお五稜郭は、文化庁所管の国有財産であり、函館市が対応を受け、函館市住宅都市施設公社、指定管理者が管理している。1854年、安政元年3月、日米和親条約の締結により函館開港が決定すると、 江戸幕府は、正木藩領だった函館周辺を上地し、同年6月に、函館奉行を再受けした。函館奉行所は、全幕領時代、1802年から1807年、と同じ、元坂、当時は、正木藩の函館奉行詰め役所があったに置かれた。初代奉行の竹内康則は、正木藩の建物を増改築して引き続き使用する、方針を示した。続いて、 奉行に任命された堀利弘氏は、当初は、函館湾内から資金かつ遮るものがなく、加えて、外国人の遊北域内の函館山に登れば、奉行所を眼下に見下ろすことができるので防御に適さず、亀田方面への移転が必要だと上申。そして、竹内と堀は、江戸に戻ると、函館湾内からの漢方射撃の射程外に位置する、丹屋村中道に、 御役所四方取りを築いて奉業所を移転する意見書を老中安倍博士に出した。これが抜角に受理され五両閣の建設が決定した。合わせてヤフライ、ヤ、ギライ、現在の北都市ヤフライ、押し付け、山城のパク、山瀬止まり、弁天岬、立ち町岬、月島、沖の口番所の7カ所の台場の深海地区からなる。 箱館港の防御策も上進されが、安倍はこれらを同時に築造するのは困難なので、まず、弁天岬、弁天台場と月島、着工されずに着手するよう指示している。1855年、安政2年7月に、フランスの軍艦コンスタンティーヌ号が箱館に入港した際、箱館武行所で、機械製造と弾薬製造の雇用取り扱いを務めていた。 武田綾三郎が道館の副館長から指導を受け、大砲設計図や両方の絵図面を写し取った。武田はこの絵図面をもとに五稜郭と弁天台場の設計を行っている。そして五稜郭と弁天、月島、沖の口台場の築造からなる総工費41万両の予算書が作成れた。当初は後期20年の計画だったが、 江戸地警備を命じられた正木藩、時列陣や、津軽藩、津軽陣や、南部藩、南部陣や、仙台藩、白尾陣やの各陣やがすでに完成していたことから、五稜閣や台場の工事が遅れると、函館市民や外国人に対して幕府の権威を失うことになるので、弁天台場と五稜閣の築造を急ぐこととなった。 1856年、安政3年11月、組頭、河津助国、調べ役並鈴木孫吾志郎、下役元締め、山口明之進、諸実教授役、武田綾三郎らを、大場並亀田役所土塁不審係に任命し、1857年、安政4年7月に、五稜郭の築造を開始。建物については、 1856年、安政五年から、格外北川に役宅を建設。1861年、文久元年に、武行所庁舎建設を開始した。施向は、土木工事を、松川弁之助、石垣工事を、井上喜三郎、武行所の建築を、江戸在住の小府神方谷宝石家け請負任、中川伝蔵が請負った。当初は、まず掘り割りと、土類工事、 続いて建物工事、最後に石垣工事を行う計画だったが、この地は地盤が脆弱で陶器の凍結、誘拐により、掘割の壁面が崩落したため、急遽石垣工事を先行させた。1864年、現時元年に、春行、6月15日に、函館奉行、小出秀美が、奉行所を五両閣内に移転し、業務を開始した。 引き続き、某風林や庭木としての赤松の植樹や、不重施設の工事も行われ、1866年、慶応2年に、すべての工事が完了した。五両閣の総工費は104,090両、予算14万3,000両、その内訳は掘割、土類、石垣などの土木工事に5万3,144両、予算9万8,000両、 建物の建築工事に44,854両、予算2万5,000両、水道の付設工事に6,092両、予算2万両というもので、これとは別に、弁天台和が10万7,277両、予算10万両を費やして築かれた。この大事業に、再刺激で5から6,000人の妊婦が使われたと言われ、箱館には人が満ちて、町は大いに潤った。 大政奉還の後、新政府により、函館府が設置されると、五稜閣は、1868年、慶応4年うう4月に、函館奉行、杉浦誠から、函館府知事、清水谷金なるに引き渡され、函館府が引き続き政長として使用した。同年10月21日に、榎本武明率いる、旧幕府軍が和志の木、現在の森町に上陸。 箱館府は迎撃したものの各地で敗北。10月25日に清水谷知事が箱館から青森へ逃走し、10月26日に松岡志郎次郎隊が無人となった五稜郭を占領した。当時の五稜郭は大鳥慶介によれば、強壁上には24金砲を備えたれども、射的のようには強教がたし、築造未だ全備せず。 有事の時は防御のように教師がたきという状態だったが、旧幕府軍は冬の間に包みを修復し大砲を設置、号外の包みや門外の教壁を構築するなどの工事をい翌1869年、明治2年3月に完成させた。同年5月11日の新政府軍による函館総攻撃の際には、五両閣に備え付けた大砲で七江浜及び、 函館港方面に砲撃を行っている。しかし、新政府軍に函館市街を制圧され、翌12日以降、鋼鉄が函館港内から五稜郭に向けて艦砲射撃を行うと、武行所に命中した砲弾により、小屋作材門らが死傷。また、新政府軍は各所に陣地を築き大砲を並べ、五稜郭を砲撃した。このため、旧幕府軍は夜も、 屋内で寝られず、石垣や包みを盾にして畳を敷き廟部を立てて忍む、あり様だった。その後、5月15日に、弁天大場が降伏。16日には、千代家大神屋が陥落し、新政府軍から五稜郭へ総攻撃開始が通知され、衆議により5月18日に、榎本らが降伏して、五稜郭は新政府軍に引き渡された。明治以降、五稜郭は、 兵部省から1873年、明治6年には陸軍省の所管となった。武業所長者及び付属建物の多くは、1871年、明治4年に札幌の開拓市本庁舎建設の資材とする目的で解体沙汰が実際には札幌に運ばれず、札幌本堂の工事や蓬来町遊郭の建設資材として使われた。その後、 五稜郭は特に手を加えられることなく、連兵場として使用された。このほか、1890年、明治23年から1899年、明治32年まで、函館要塞砲兵大隊の仮事務所が置かれた。一般市民は立ち入り禁止となっていたが、中川家兵が陸軍の許可を得て、1871年から五稜郭の氷を切り出し、 箱館合理として売り出していた。1913年、大正2年、箱館区長、北島さ直が、陸軍大臣に、五稜閣を講演として、無償対応してほしいとの請願を行った。陸軍から、使用許可時点の状態を変更することは認めない。最小限の便益施設の設置や新たな樹木の、植栽はすべて、箱館要塞司令部の許可が必要である。かつ、 借用期間中の土地建物等の保存責任と費用負担は函館区が負うなどの条件付きで使用許可が出され翌年五稜郭公園として一般開放された。また、函館毎日新聞が発行1万号を記念して1913年から10年かけて数千本の染井吉野を植樹した。この桜は現在も約1600本が残っており、 北海道内有数の花見の名所となっている。1925年、大正11年には、内務省に所管が変わるとともに、史跡名称天然記念物保存法に基づく史跡に指定された。1929年、昭和4年には、格外の庁舎坂が追加指定され、文部省の所管となった。そして戦後、文化財保護法が制定されると、 1952年、昭和27年に特別史跡に指定された。1954年、昭和29年には、函館で開催された、北洋漁業再開記念北海道大博覧会、北洋博の第二会場となった。北洋博で、観光館、お菓子デパートとして用いられた建物は、翌1955年、昭和30年から私立函館博物館。 五稜郭文館となり、武行者の復元工事に伴い、2007年、平成19年11月に閉館するまで、函館戦争関連の品々を展示していた。また、発掘調査、復元工事が行われる以前には、中央部の広場で、地元の運動会や、夏季の林間学校などが行われ、堀も水質が良好だった時代には、プールやスケートリンクとして使用されていた。 1964年、昭和39年、五稜郭追記100年を記念して、南隣に高さ60メートルの五稜郭タワーが開業。1970年、昭和45年からは、毎年5月に、函館五稜郭祭が開催され、函館戦争の旧幕府軍、新政府軍に奮した、維新パレード、肘方歳三のモノマネを競う。 土方かたとしぞコンテストなどが行われている。その他、1988年、昭和63年から、五稜郭の土手や堀を舞台に、市民ボランティアが、函館の歴史を演じる、市民創作函館野外劇や、1989年、平成元年からは、冬の夜間に、五稜郭のライトアップを行う、五稜星の夢が始まり、現在まで続いている。近年では、 2006年、平成18年に、五稜郭タワーが高さ107メートルの新タワーに改築された。五稜郭は2004年、平成16年に、五稜郭と函館戦争の意向として、北海道遺産に選定されたほか、観光地の評価としては、ミシュラングリーンガイドジャパンで、五稜郭跡、長望、五稜郭跡,跡が2つ星を獲得している。函館市では、 1983年、昭和58年頃から、五稜閣の復元整備を目的とした資料調査を進めた。これと並行して、閣内中心部の移行確認資格調査を行い、武行所等建物の移行の残存状況が良好な、ことを認し、忍九1985年、昭和60年から本格的な武行所以降の発掘調査を開始した。1985年、 昭和60年から1989年、平成元年、1993年、平成5年から2000年、平成12年、2001年、平成13年、2005年、平成17年と4度の発掘調査を行い、復元に向けて多数の基礎的資料を得ている。この間、有識者で構成された特別史跡保と保存整備委員会が2000年、 平成12年に、函館奉業所復元構想を、2001年、平成13年に、函館奉業所復元計画、閣内土塁内エリア整備画を策定し、函館奉業所庁舎等の復元整備と活用、公開等についての計画を立案した。その後、文化庁と復元に向けた協議を実施し、2006年、平成18年に、現状変更許可を得て着工した。 2010年、平成22年に復元工事が完成、7月29日に開館した。五稜閣は、水堀で囲まれた五房星型の歩類と一箇所の半月歩、前出し歩からなり、歩類には本類、土類が築かれ、その内側に奉行所などの建物が建築された。その他、角外北側に、薬宅街が作られた。現在の敷地面積、国有地部分は、 閣内外合わせて25万835.51平方メートルであり、内閣内は約12万平方メートルである。予算の制約と開港後の外国の脅威が予想ほどではなかったことから、外交工事は縮小された。当初5カ所を計画していた、半月ホは一箇カ所のみ、内岸沿いの定類も3辺のみ、閣外の庁舎坂も4辺しか作られなかった。 堀を掘った土で土塁を築いた。本塁の高さは7.5メートル、幅は土台部分で30メートル、上部の塁道が8メートルあり、塁道は砲台として使用された。その他、角内への入り口の奥に高さ5.5メートルのミイン類、堀の内側に高さ2メートルの底類、角外に高さ1メートル強の長射坂が築かれた。総堀のか、 格内への入り口3カ所の両側に幅4メートルの空堀が作られた。総堀の幅は最も広いところで約30メートル、深さは約4内市5メートル、外周は約1.8キロメートル。築造当時、五稜郭の裏手約1キロメートル離れた亀田川に取水口を設け、地中に埋めた箱土りを通して、五稜郭の堀と格内外の住居の水道用に、 川の水を引いていた。しかし、第二次世界大戦後、亀田川の護岸工事により五両郭へ、水が流れなくなり、水位が低下して、掘りの水質が悪化、悪臭を放つようになったため、1974年、昭和49年からは、水道水を掘りに流すようになった。当初は、総掘りのか土類すべてに石垣を築く、西洋法石垣ご前備を計画したが、 費用がかさむとともに、石の切り出しに時間がかかることから中止され、石垣は、堀のほか半月ほど、閣内入り口周辺にしか作れなかった。函館山などから切り出された石材を使用したが、堀の石垣では、資金不足のため、赤川や亀田川の石を集めて代用した箇所がある、裏門橋側の一部に見られる。半月ほど大手口の本類の最上部には、羽ね出し、 無者返しがついている。現在、各街南西の広場と半月穂を結ぶ一の橋、半月歩と保留を結ぶ二の橋、及び北側の裏門橋の三本の橋がかかっているが、築造当時は、半月歩から一の橋の反対側及び、各の東北側にも橋がかかられていた。なお、現在の一の橋、二の橋は築造当時と同じ平橋であるが、1950年、 昭和25年から1980年、昭和55年までは、太古橋が架けられていた。五稜郭内には、武行所長者のほか、洋人や、金樹の長屋、馬屋、仮牢など、計26棟が建てられた。建材は、津軽、南部、出羽など、河原は、能登、越後など、釘や畳は、江戸というように各地から運ばれた資材用いられた。なお、 建材は野城などで、あらかじめ加工し、現場では、組み立てだけとすることで、経費節減に努めていた。核内中心部に建てられた。規模は、東西約97メートル、南北約59メートルで、建物面積は、約2685平方メートル。一部2階建てであり、西側の役所部分、全体の3、4と東南の武行役宅。 奥向きから構えされていた。また、役所部分は、正面玄関から大広間につながる、南棟、道進詰所などがある、中央棟、シラスや土間などのある北棟に分かれていた。正面玄関を入った先に高さ約16.5メートルの太鼓倉が設けられたが、箱館戦争で鋼鉄の艦砲射撃を受けた際に、その照準となっていると考えた。 旧幕府軍が慌てて切り倒している。武業者の復元に際し、当初、函館市は武業者の建物全体の復元を計画したが、建築基準法では千平方メートルごとに防火壁を設置しなければならず、復元と防火壁の両立を文化庁と協議した結果、景観上、かんばしくないこともあり断念し、約千平方メートル以内の復元に止めることとなった。 当時と同じ材料、同じ工法で、武行所の南棟と中央棟部分が復元され、復元された武行所は平成23年度の北海道赤レンガ建築賞を受賞している。築造当時から唯一現存する建物である。明治30年代に函館要塞砲兵大隊の兵舎として使用され、一般開放後、1917年、大正6年から、 型紙楽天が施設の展示館、開庫館を開き箱館戦争の資料を示していたほか、私立博物館の科学教室としても使用されていたことがある。1972から1973年と2001から2002年に復元工事が行われ現在の姿となった。武業所復元と同時に兵浪湖の北側にあった。 私立博物館五稜郭文館を解体し板倉と土蔵を復元している。板子は売店及び休憩所。土蔵は管理事務所に使用されている。五稜郭の北側、現在の中道一丁目及び本道一丁目に、組頭江下同新までの役宅や長屋、数十軒が建設された。付近には、ゴ屋や料理店も開業しがいが形成されたが、 函館総攻撃の際に退却する旧幕府軍により焼き払われた。現在は住宅街となっている。築造時点では大砲を設置していなかったとみられるが、旧幕府軍が五稜閣を占領した時には、二十四金砲四門が配備されていた。函館総攻撃の際、旧幕府軍は二十四金貨の砲九門、四金、四条クルップ砲十三門、 ボタンクルップ法10問を配備していた。ただし幸福時に新政府軍に引き渡された大砲は、長過の24金法9問、4金市場法3問、単骨尾、法一する法2問、あ、法と骨つ尾法3問、13法、ドイム9法16問であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。